相玉詰将棋は受け方の玉将だけでなく、こ方の玉将も配置されている詰将棋である。こう方の玉将が存在するため、逆王手など自分の玉将が取られる可能性にも注意しないといけない。差し将棋の局面の場合は、常に先手玉と後、手玉が盤面に一つずつ存在するため、相玉以外の通常の詰将棋の局面は、 局面全体として見れば、サッシ将棋では、理論上でも起こり得ない、局面なのに対し、相玉詰将棋の局面は、あくまで理論上の話ではあるが、サッシ将棋でも起こり得る局面である。二つの玉がある詰将棋は、戦前の大道詰将棋にもあったとされているが、相玉詰将棋のジャンルとしての確率は戦後である。最初に総玉詰将棋を考案したのは、加藤玄夫である。 加藤は元奨励会員であり、その時の対局で逆王手をされて負けた経験から考えたとされる。加藤は戦後相関間もない爪将棋パラダイス誌に、総玉詰将棋を投稿したが、同時期に古関光夫もそ玉詰将棋を投稿していた。同誌ではレポート付けであった古関の作品のみが掲載された。しかし、この形式に興味を示す人は少なかった。 加藤は総玉問題を大道詰将棋として出題した。通常の詰将棋と比べて、玉が取られるという明白で盛り上がる失敗が存在するため、多くの大道詰将棋屋が出題しその中で多数の問題が作られた。大道詰将棋は見られなくなったが、総玉詰将棋はジャンルの一つとして確立されており、専門誌などでも通常の作品と同等に評価され、掲載される。 現代の代表的な総玉詰将棋の作者として、歓喜博光が挙げられる。歓喜は、総玉詰将棋の新聞への出題や、作品集の発行もいった。詰将棋の問題に登場する駒には、何らかの意味を持たせるのが、一般的である。総玉詰将棋における、高方の玉の意味としては、以下のようなものがある。受け方が、こうの玉に大手をかけることにより、 高うの手を限定したり大手を続けることができないようにすることができる。逆大手は加藤九郎の創作の経緯や古籍三夫のレポート中にも登場するため、相玉詰将棋の最初期から存在する意味付けと言える。古籍のレポートにおいて逆大手は三通りに分類されている。駒を打って大手開き大手駒を動かして大手図に置いて飛車を動かして大手をすると、 4にひなりは3にかつら33ひなりは1ひと玉23ひなりは同銀といずれも逆王手になるあるいは逆王手を次のように細かく分類することもできる合駒を打って直接王手をかける移動合いによって直接王手をかける移動合いによって開き王手をかける王手をかけている相手の駒を玉章以外の盤上の駒で取ることによって直接王手をかける王手をかけている 相手の駒を玉将以外の盤上の駒で取ることによって、開き大手をかける大手をかけている。相手の駒を玉将自身で取ることによって、開き大手をかける玉将を握ることによって、開き大手をかける、このうち2と3、あるいは4と5は複合して、両手となる場合も考えられる。1960年に田中法還は、双玉の煙詰め、宇宙を発表する。 煙詰めには最初にすべての駒を配置するという条件があるが、このすべての駒に高型の玉も入れるという考えから生み出された。逆大手に関係のない新しい玉の存在の意味付けと言える。高型実践処刑と呼ばれる作品では、7から9段目に通常の将棋の開始時の駒を並べるため、必然的に5球玉が配置される。他の意味付けとしては、 以下のようなものが実際に作られたことがある。片方が玉を複数持つことは、現在の将棋のルールではありえない。よって、通常の詰将棋では片方が玉を複数持つことは、ない。フェアリー詰め将棋では、受け方の玉を複数にしたものが存在する。回答の条件は、出題時に平記される。中将棋などに存在する大使は、玉と同じ働きを持つ駒である。 このため、盤上に対し、またはなることができる、水臓がいる場合、玉が複数いるのと同等である。この場合、ルール上すべての玉と大使を詰めないといけない。大使や水臓は、現在の将棋で使われていないため、現在の通常の詰め将棋で使われることはないが、常日のフェアリー詰め将棋や詰め中将棋などでは配置される可能性がある。実際に、 水蔵が使われた作品として、小原大輔の古風作物がある。この問題では、玉が積んだ直後に水蔵がなるため攻め方は玉を取った後大使も詰まさなくてはならない。この作品は途中で玉を取るが、取った玉を持ち駒として使用することはない。詰め中将棋で攻め方に玉と大使がいる場合、大使が残っていれば玉が取られても構わない。よって、玉で追手も可能である。 ありがとうございます。